わいせつ物。それをポロンとする人はロングコート着がち。はい、ということでやっていきましょうか。早速ね、バイオハザードアロイ2。ちょドアがね、なかなかね、あの思い通りのところに開いてくれないというそんな感じでございますけどね。まあ観光ツアーもね、多分まあ3分の1くらいがちょうど終わったところじゃ、おー、あれこんなんだったっけ。お手手を広げて、この角度から見るさ、この子ほら見て、乳結構良くないね。やっぱボンキュッボンだよね。まぁ、ちょっと太めかな。まぁ、そういうのが好きだっていうのもあるかもしれない。僕は、どっちかというと足がね、まぁ、細すぎる子もね、なんかミスターコナン、なんだっけ、ごめんなさい、今から出てくるやつ、なんか ミスターっていう、なんかそんな感じがするからさ、出ちゃったんだけど、これ、バーンねえ、いつの間にね、ここまで食い込んでね、で、こいつがいなくなったんだってね、で、そして、水が消えるの早すぎって、水じゃねえ、火が消えるの早すぎるっていう、そんなところなんですけど、さてさて、これ、そうだな、どこまで、やつを、こっちで、わー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 、これ、じゅーんって行こうと思ったら、あれ君、帽子どこやったの。久々の再会でございますね。久々の再会で お喜び申し上げたいところなんですけど、帽子どこやったのよ。あ、そっか。私があそこにぶっ飛ばして、しかもあれだよね。自分でぶっ飛ばした帽子さ。あれこれ来る。ゴリラが、これ、向かってくる。ロングダディ総長。ロングダディ総長。こっちですよ。あ、お兄さん、こちら、手のなる方へ、ペペペペペペペ。あ、ちょ、開けて。そいつは来るか。これ。はい、振りかぶったところでバッターアウト。さあ、すごい遠いところまでね、追いやったんでね。と言いながらね、これ多分ね、なんかあれですよ、ヘリコプターが墜落したところのポイントまで戻った時点で、なんかあれ、そんな何か起こったわけみたいな感じでね、余裕しゃくしゃくでね、戻ってくるという感じなんでね。いやー、本当にもうありえない日なんすよってところなんですけど、まあそんなこと見ながらこっちをチラッと見たら外見れない、残念でした、また来てね。うるる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 、こっちの方に行くと、あ、そうか、でもこれ別にこっちあれなのか、行かなきゃいけないところがあるんだけど、まあもう、こっち行って、あれ、ウィーって、あ、そうか、あれか、さすがに火が鎮火されたらもうあれなんだね。うん。鎮火。これは、あ、これもあれだね、警察署のね、トップルーム、ゲストルームじゃなくて、ホストルームというか、なんていうか、もう、とりあえず向こう側にドーンと飛んでて、おいで。こいつあれだね、また復活するんだべ。あれ、あ、爆発しといて。で、こっちでゾンちゃんが立っている間に、どうせ奴が入ってくるんではなかろうかという、そういう恐怖心を、そうなんだよね。今回もね、絶賛、イヤホンを外してプレイをしておりますので、一体音として一体何が起こっているのか、そういう感じで、そのところにいたね。あ、帽子ごと吹っ飛んでた。え？これは？あー、まあ、拾っとくか。拾ってても大丈夫。あ、これ、もしかして向こう側いる？いるかどうかわかんないけど。別に何もないね。はーい。じゃあ、こっちの方行きましょう。ここ何もない。何もあった。右に。あ、なんだ、俺か。あー、こんなのがあったんでね。へぇ。太陽。ピッピッピッ。んで、こっち。あ、ここにポータボーを開けポー。開けポー！トゥットゥルトゥルトゥットゥッツルトゥットゥッツトゥル。トゥットゥルトゥル。ん？トゥットゥッツル。くす。てってるてる、てって、てって、つってるてって、あっ！てってるてる、てって、つって、やばい！これはね、ドツボにはまるよ。こう、あれ？違うな。やばい。ちょっと待ってね。ドツボに、はまり始めた。これ、ドツボにはまると、ちょっと待ってね。落ち着け。こう。で、こう。んで、こっちか。あふわー。あふわー。あふらーく。で、あは。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 あー、でれでってれーん。でれでってってってでーん。だっただーたかたーたかた、曲がむちゃくちゃ。で、こっちと組み合わせて、オッケー、完了。さあ、果たして、こっちに戻っていくと、で、おめえがいんのかよ。違うんだ、おめえじゃねえんだよ。てか、お前よくここまで来れたんだ。なんで、落ち込んでる。
ほらい。戻っていく。そう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 。おまわりはちゃんとね。ちゃんと自分の場所を守らなきゃいけない。おお。爆風がなんか寄ってきたな。なんだなんだ。チラ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 。ちょっとあのね、あのね。つる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 ぴかつるぴか。まんじゅうもね、大事なんだけどね。俺が持って、おお。飛びます。飛びます。足ちぎれ、なんで なして足がちぎれんだべ。で、こっちの方行こうとする。おわわ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 わ曲がり角でぶっ放そう。おわわわわ階段降りてくる。ててあのね、もうほんと、ほんと、いる？いる？いるなら、いるって言ってね。いないっていうのが一番怖いからね。あ、ごめんね。倒れてたわ。ごめん。いたんだ。いるならいるって言ってね。立ち上がるかな、これ。立ち上がれ、ガンダム。ルルル。ルルルル。ルル。熱のど花にルルガキ。ただ、立ち上がんの。はいえ。くっそ、はいえ。じゃあ、もうちょっとこっち引き寄せっか。おいで。おいで。パンダ。おいで、ウサギ。来た。こっちでバチョン、バチョン。で、こっちの方に戻っていくと、女の子、焦げてる。焦げピピピ。魔法にかけてあげましょう。降りる。オリーブオイルをちょっとかけて、あーやばい。超詰まったんだ。あ、来る。あ、来た。気づいたね。あ、こっちに来てらっしゃいますね。いやー、たくましいでございますね。で、こっちの方に戻ろうとすると、何かが復活しているはずだから、復活するパワーでやっておいて、で、こっちの方に、ドゥン、入手なった。おーっと、まあそうだよね。お前、バレてんだよ、バカ野郎。で、こっちの方に行くと、キャイーとか言って、いける。あー、なんだ。焦げてる。おめえ、外でぬくぬくしてんじゃねえよ。雨に打たれてる。あ、もうすでに焦げてるやつが1匹、2匹、3匹。あ、マービンブラナいた、今。ブラナマービンいたじゃん。ブラブラいたじゃん。プロブラ。ねえ、黒丸焦げちゃう、先輩。黒ブラは良くなかったね、今な。完全に、アウトなワード。まあ、まあ、そうだね。俺も白ブラの好きだからな。いや、ほら。黒丸焦げちゃってこれ、行こうとすると多分来るんだ。来るから、ほら。グイーン。あ、でもそんなところに立ちふざ、はざかれると、普通に通れる。通れることができるってもう日本語むちゃくちゃだな。なんかあの、頭痛が痛いみたいな。頭が頭痛みたいな。あー、まっすった。こっち行く忘れて。こっちから、どうしようかな。あ、そうだな。まあ、こっち行っといて。あ、でもこれさ、もう一回いる？あ、いない。で、わーとかなったら、その時で。そう。で、これで203だけは、なんか、やっとこう。で、どうせスターズの道から行こうとしたら、まあ、いないはずだから、もうここで別にアイテムを拾う理由もないだろうから。ペケン！ありがとうございます。そう、やっぱ、拾えるものは、増やしておきたいからね。よし、じゃあこっち進んでいきだべ。行くだべ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 、ペッペッペー。ツアーとか、でもなんかこの廃棄口とかあれだね。なんかいろいろとなんか、ねえ、いそうだよね。もう、ウーズとかさ、ねえ、チャンクとかさ、全部一緒だよね。だいたい一緒。あの、爆発するか、お乳をチューチュー吸ってくる。お乳をチューチューっていう言い方もあれだね。チューペット置くだけ。さあ、こっちの方に向かっていくと、一体何がいるのかな。ロッテのトップを、回り道したら面白いよね。だから先にあいつがドア開けて、バーンってこっち向いてさ、ウエーってなってさ。でも意外とね、こういうところに先回りしてたりとか、あるいはその、移動させてる、足組んでピロピロってなってる。そうそう、あったジャッキーン！ディーンって音でバレるんだよ。このディーンって音で、ほい。いける？いけない？オッケー。いける？いけない。オッケー！よし、じゃあ登っていこう。で、この間こういうの上から来たからね、この間ね。びっくらぽん。ウィル？いないよね。よし、オッケー。じゃあ、こっち進んでいきま、え？ああ、気のせいだね。
もう何かしらの影が動くと、ほんとね、ビビり散らかされるって、散らかされるって、俺が散らかす方なんだ。完全にビビっちまうからな。で、こっちとかは稲下げだね。オッケー、なんせだね、だれってってって、ウェーバルチュー、チューシュー、鼻毛が伸び、チュッ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 ペイ、フー。焦げてる？あ、焦げてるね。あ、ちょっと、これは、あ、まあ、拾えるな。よいしょ。んで、問題はよ、ここ行こうとした時に目の前に奴が現れる可能性が高いっちゅうわけだね。くるくるくる、くるくるくる。さあ、回って、回って、おめめくるくる、てか、ふっくる。なんとかかんとか、クックルンって言いたいよな。なんだったっけ？あ、それもあれか。E テレか。なんだっけ？クックルンか。ねえ、こんなところにね、本とかあるけど、ここで本を読むって一体何なんだろうな。それともあれかな？あの、歯車がきちんと回らないようにするために、あえて本を挟んで、ぐち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 とかするとか、そういうお家？あー、よくわかんないけどね。まあ、なんでこんなところ本、ここで読書をするなんていうね、そんなキーな、ことが起こるとは思いにくいんだけどね。ここに今でね、ロングコートダディ総長がこう、入ってこないっていうところは、まあ親切的かもしれない。ここまで入ってきたらね、一体何、どこが逃げ場なのよってね、鬼ごっこをするまでもなく、どんどん追い詰められていく場所になっちゃいますからね。と言いながら、こっちをぐるんと取って、で、こっちで、大きいのをカチャンとはめはめ。大きくて硬くて太いやつをくるっとはめて、回しちゃおう。ああ、腰の振りが早いって。こういうのがいい。っていう漫画があるんでね、あれなかなか面白いですよ。うん、なんかこういうゆるキャラ、いや、じゃあゆるキャラじゃない、あの、なんていうの、ゆるふわなお付き合いっていうのがね、学生時代とかにあったら面白かったかなーなんて思ってますけど、はい、大丈夫、私、今、最初持ちですから、そんなね、ハレンチな関係をね、他の誰かと結ぶなんて一切してないから、安心して。なんだろう、いろんな人との LINE 全部、相手が見ることができるかね、面白い。バレたらあれだよね。まあ大丈夫。でも AEGS、 こいつは始末者物だよ。 AEGS、 あれ S だっけ？ F だっけ？そうなんだよな。何回かやった時にここのね、こいつを回収するの忘れて時間を無駄にしたっていうことがあったんですよ。全く同じことをね、カジュチェインシャーンがやってたのは笑ったけど、あっちにいた。ほい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 、これ飛んだ、パンダ、いる？って言ってる目の前から来たりとかするからね。こっち、あれ？向かっ、お、いないね。とりあえずこっちの鍵は閉めてくから、こっちから来ることはありえないんですよ。だからここから高みの見物をしていたいんだけど、いるかい？いないかい？いないかい？いるかい？いるかい？あれ？はあ、あれ？この真下にいて、ここ開けてるのもしかして待ってるとか？ん？あそこ開いた？ああ、いた。こっち向かっておいでよ、パンダ！ドーン！食らってないね。全くもって食らってないね。ほら、追い込んでいかない。あ、やっぱあれだね、戦隊もののさ、爆風の中を駆け巡っていくみたいな、こういうちょっとかっこいい演出とかやってみて、ドーン！食らった？あ、食らってない。かっこいい！頭ヒューン！でーん！まあ、直接ぶつけたらダメなんだけどね。すごいことになってる。ブレすぎて。ブレスオブザワイルド。んで、こっち行って、ここは降りれないから、まあ、これも拾う必要ないし、まあ、一旦警察署で回収すべきものっていうのも、あとアイテムとして数限られたものになっちゃっているので、そこはまあ無視していきましょう。じゃあ、あそこでね。この先、進めていきたいところではあるんだけど、まあ一旦区切りがいいというか、この後先まで行くとね、また次のセーブポイントっていうのが結構長くなっちゃうというところもありますので、まあまあ、程よくね、皆さんの時間を奪いすぎるのもどうかなというところがありますんで、一旦ね、駐車場の上のところでセーブポイントとして、したいというふうに思います。このゾンちゃんたちがね、復活してない、相変わらずの、あれ？あれ？いなくなってる。どういうことよ。いなくなって、こいつら、わー、ほんでもって、こいつも、わー、あれ？ちょっと待って、え？なるほど、2体生き返って、で、2体、窓の外にいつの間にか行って、そんなこと許されねえべ？うそん。ほら、あ、じゃあ、1体はこっちだ。あ、じゃあ、1体もう1人、あ、ほら、ほんとに君面白いね。
これ落ちいね。ほい。プルン、プルン。足先はちぎれても、根性だけはなんとか。でまあここに戻ってくることはあと1回あるかないかっていうところだからね。ああにしても綺麗な形で残ってるね頭が。じゃあもう戻ってこいで。はーい。もうね、ゲームシステムを根底から覆すようなことをやっちゃダメなんですよ。はい。ということでね、今回のツアーガイドはいかがだったでしょうか。こんな感じでね、進めてまいりました。ちゅうわけで、ここら辺を預けて。で、あとね、どれだ、あった、こいつ。はい。を持って、次回ね、もう一回、ベンに会いに行きましょう。もう、お目目きび団子になっちゃってるからね。ということで、今回も動画最後までご視聴ありがとうございました。また次回パート、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押してお待ちください。では、またね。